負けたくのー面含めがどうしようしょー疲れました昨日、そう、これ昨日、昨日分ですね、はい。昨日ですね。あ、昨日か。昨日、ようやく北海道の宗谷岬から東京着きまして、で、東京着いて、からの、からの、え先輩一致、えー、成田まで行って、からの、 今日試合、卓球の試合。いやー、ファンキーでしたね。まあ、さすがにちょっと昨日これ取れなかったんで、まあ、立て続けになると思いますけど。まだ鷲津さん今日の送ってきてないんで。はい、まあ、とりあえず、昨日分ですね、これね。えー、本日4ベッド2660円のプラスでした。10ユーロのベッドをトライしたベッドがありましたが、成功しましたということで、えー、こちらとこちらですね。はい。はい、えー、10ベッド。 どうかあこれですね。10ベッド609。もう勝ってますね。4 0 4勝ですね。はい。相変わらず勝ってます。はい。で、長い9連休。9連休もあったのか。すげえな。今日名古屋から博多へ。ということはもう今日博多にいてるのかな。昨日のこれなんで。なるほど。ということは博多にもういてるんじゃないかなというところで。はい。お疲れ様です。いやー、僕もね。 僕もあの着きましたけど東京無事着いたけど次の日試合ですからねマジでファンキーですよねで今日試合してきてもう筋肉あの壊れてますね今練習ノー練習ぶっつけ本番14年ぶりまあ10まあ去年もね出たんで、まあ、14年ぶりとはいかないですけどもまあ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  <laughs> ファンキーでしたね 暗記だったなぁ疲れた、はい。ということで、えー、まああそうそうそうあとえっ、ー、とこの前ですねキャンペーンやったんですけども8月の20日から一応その8月20日から9月20日までシグナル配信ああの黒子の予言 の予定なので無料試し期間中ですね。えー、この前か、キャンペーンで買われた方はですね、申請の方をしといてください。また別動画でも撮りますけれどもね。はい。ではですね、終わりたいと思います。ありがとうございます。